ビーゲンは、イランの歌手、俳優。イランポップの王及び、ジャズの王様として知られ、均等で活躍した。ビーゲンはペルシア語とアルメニア語の両方で歌った。ビーゲンは、イラン系アルメニア人のルーツを持ち、ペルシアン、ポップ黄金時代には、多数のイランの有名人が関係を絶望していた。ビーゲンの革新的で明るいスタイルの音楽は、 西ヨーロッパとラテンアメリカのスタイルの影響を受けており、イラン音楽の開拓に大きな影響を与えた。ビーゲンの音楽と演奏の才能はすぐにパービィーズ、バキーリーやカレムファコアなどのイランの作詞家や作曲家の目に留まり、数曲のイランで最も記憶に残る歌を共作した。ビーゲンはイラン西部の都市ハマダンで、 イラン系アルメニア人の家庭に8人兄弟のうちの1人として誕生した。父親はビーゲンが8歳の時に肺炎の合併症で死去。家庭内の問題で自宅を離れ、母親と兄の座弁のもとで育った。兄のカロデルデリアンは詩人であり、ビーゲンの代表曲を作詞した。第二次世界大戦中、一家はタブリーズ北部の町に移った。タブリーズのある アーザルバー・イジャーン地域では民族主義者が占領ソビエト軍の支援を受けてアゼルバイジャイ国民政府の樹立を宣言した。ここでビーゲンはロシア兵から初めてギターを購入しアメリカ、イタリア、スペインの音楽への親近感を覚えた。それらの曲をペルシア語の歌詞に取り入れ、それは今日までイランで人気のある音楽となった。ビーゲンは10代半ばに テヘランに移り、1951年には、テヘラン北部にある高級レストラン、カフェ・シェミランに演奏家として雇われた。ビーゲンの予防や体格、運動能力や、愛想の良さは一部のファンによって、エルビス・プレスリーと並んで評価され、特に1950年代から1960年代にかけて自由主義の考えを持つ若い女性には、イラン初のポップスターとして人気を博した。 また、ビーゲンはギターを用いてパフォーマンスをする初めてのイランの芸能人の一人であった。1971年、ビーゲンは米国カリフォルニア州に移住した。ビーゲンは毎年イランに戻り、コンサートやラスベガス式のナイトクラブでの演奏を行った。1979年のイラン革命後、イランではポップミュージックが禁止されたためイランを追放された。 2001年2月、ロサンゼルスのハリウッドパラディアムで自身のキャリア50周年を祝った。ビーゲンの代表曲には、バローン・ベルネ、エーズ・ビー、イー、アブル、マタブ、ララ、イエー、ゴール、イー、ソーク、ラギブ、シミン、バリ、アーゼカン、デル、イー・ディバネなどがあり、長いキャリアの中で600曲以上をレコーディングした。ビーゲンの映画デビュー作は1955年に、 アルメニア系イラン人の映画監督サメェルハチキアンのチャハール・ラヘ・ハベーズである。後年、ハチキアンをはじめとする様々な監督やプロデューサーの映画に出演した。その中には、ゼーラム・バラ、タペ・ヘイシェグ、アーシン・メロロン及びチェッシュ・マヘ・オシャック、アトッシュ・バ・カックスター、オルゼ・ダリアなどがある。ビーゲンは、最初の妻・オルガとの間に、女優のアイリン、 アイリンの二乱性の姉妹で歌手のジャクリン、カトリンの三人の娘がいる。二番目の妻ナディアとの間には、娘のエベリンと、息子のエドウィントがいる。三番目の妻は、カレン・ホルストン・デルデリアンで、連れ子のロビン・ナボンヌ・ブレイクフィールドがいる。2003年10月26日、米国の自宅でガンのため74歳で死去。 カリフォルニア州ウェストレイクビレッジのピアスブラザーズバレー、オークス、メモリアルパークに埋葬された。生前、ビーゲンは600曲以上の曲を録音し、6つの映画で主演し、ボブホープ賞、ジャック・ベニー賞、テレビドラマのスパイ大作戦などの人気テレビ番組に出演した。ありがとうございます。